iDeCoって聞いたことはありますかね。この掛け金というのは税金の対象から外してくれるんですね。60歳以上じゃないと引き出せないって聞いてテンション下がっちゃったんですよね。積立 NISA というのはそれでずっと積み立ててやっていけばめったに損しませんし、かなり増えますから。どうもしゅんです。こんにちは。筑波大学修士2年のバラマツです。ということで今回も日経スタイルさんとのコラボ企画なんですけども、田村さんにお越しいただきました。田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本経済新聞の田村と申しまして、投資信託とか資産運用とかですね、あと年金とか社会保険とか個人の資産形成の記事を書いています。ということで前回は103万の壁について田村さんにお聞きしたんですけども、今回はですね103万130万の壁を超える人であったりとか、あと大学生からお金の勉強をしたいとか投資をしたいって思っている人に向けた動画になっております。大学生でもいっぱい130万以上稼いでる人とかいらっしゃると思うんですけど、その中で税金の負担を減らせる方法があるってお聞きしたいんですけども、田村さん本当ですか？あります。iDeCoって聞いたことはありますかね。聞いたことはあります。個人型確定拠出年金っていうんですけども、それって金融機関を選んで預貯金とか投資信託、自分の好きなものをやって毎月掛け金をかけていって60歳以降に引き出す仕組みなんですが、この掛け金というのは税金の対象から外してくれるんですね。だから勤労学生控除というのがあるので、130万を超えると所得税が本来かかるんですが、例えばiDeCoを月2万円年間24万円やると、その分は所得控除といって税金の計算の対象から外れて非課税の枠が広がるので、図の赤色で示している税金の対象が小さくなります。その結果本来かかるはずだった税金が少なくなるんですね。例えば150万円の給与収入ですとiDeCoを24万円やれば、やらない時に比べて税金はざっと3万6000円くらい減ります。つまりiDeCoは掛け金かけて運用して老後の備えが増えていくだけでなくて、現役時代の税金も減らせる、しかも投資とかの勉強にもなるのでおすすめだなと思いますね。ちなみに僕もiDeCoやろうと思ったんですけど、60歳以上じゃないと引き出せないって聞いてテンション下がっちゃったんですよね。そういう人多いですね。ただね、あれはあくまで老後の資産を作る年金の仕組みなんでデメリットと思う人も多いんですけど、老後資産なので引き出せちゃうと途中使っちゃうので、貯金箱はバレない貯金箱の方がいいわけですよ。ただやっぱり途中で使うお金だって運用で増やしたいじゃないですか。そういう時に向いてるのはNISA、少額投資非課税制度っていうんですが、自分で毎月投資信託とかにお金をかけていって、いっぺんにどんどん入れてもいいんですけど、普通儲かったものの2割が税金で取られちゃうんですけど、NISAを使って儲かったら2割税金取られなくなる、丸々残るんですね。NISAはiDeCoと違っていつでも引き出せるので、教育資金とか住宅資金とか途中で使うなと思うお金はiDeCoではなくてNISAで増やすようにしたらいいんですね。だから本当は若いうちからiDeCoとNISA両方やるようにするのが一番いいんですね。ちなみに積み立てNISAっていうこともNISAに関連して聞いたことあるんですけど、NISAと積み立てNISAの違いは何ですか？NISAというのは毎年かけられる金額が年120万円と大きいんですね。ただ非課税期間が5年間しかないです。積み立てNISAというのは年にかけられるのは最大40万円なんですけども、20年間非課税なんですね。投資って怖いと皆さん思うでしょうけども、世界全体に分散投資して20年当てたらですね、過去振り返るとほぼほぼ損が出ないし、だいぶ増えるんですね。ただ5年だとですね、世界に幅広く投資しても例えばリーマンショックまでの5年だったら半分近くに減ってたりするんですね。なので一般NISAと積み立てNISAって同じ年には両方できなくて、どっちか選ばないといけないんですけども、おすすめは積み立てNISAですね。例えば月々1万円とか5000円からでも始められるんですか？例えば100円とかですね、ものすごい少ない金額でも始められるんですけど、元値が小さかったら増え方も少ないんで大きい方がいいですけど、少額でも大丈夫です。iDeCoの場合は最低月に5000円っていうのが基本ですね。勉強のためにまず少額から始めるっていうのは、社会に興味を持つとかのきっかけになるっていう点ではいいかもしれないですね。さっき言った積み立てNISAと一般NISAは同じ年は両方できませんけど、iDeCoとNISAというのは両方できるので、ちょっとずつ両方やるっていうのもいいかもしれませんね。今回の税負担を減らすっていうテーマで言うとiDeCoがメインだと思うんですけど、iDeCoの良さもうちょっと知りたいなと思ってて、まだ僕やろうってまだなりきれてなくて、なりました？まだです。NISA と比べてiDeCoの方が税制優遇は大きいと言われてるんですね。でなぜかというと NISA は儲かった時だけ儲かった分の2割が本来取られるのが取られなくなると。つまり儲かんなければ何のメリットもないんですけど、 NISA は投資信託しか基本ダメなんですけど、iDeCoは預貯金でも大丈夫なんですよ。だから損がどうしても嫌だったら掛け金の分税金が少なくなる節税効果というのは預貯金でも得られるので、どうしても怖い人は預貯金でやるんです。預貯金と投資信託の違いって何ですか？預貯金だともう銀行に預けるだけなので、今もうほとんどゼロ金利なんで増えないですけれども減りはしないわけですね。そういうことですね。預貯金するだけで税金払う額が減るっていう点ではメリットありますね。そうですそうです。例えば今ダイアリーで働いてるお金が私の福田銀行の口座に入るとして、その口座に入ってるのを自分で移さなきゃいけないってこと。新たにiDeCoの口座を作って預金から毎月iDeCoの口座に入れるように手続きしないとダメ。自由に使えるお金があるっていうことは要するに人生の選択肢が増えるんですね。藁松さんが結婚してもうこんな旦那もう顔も見たくないと思ってもお金ないとですね結婚生活続けなきゃいけないかもしれないわけですが、ある程度お金貯まってればですねまた別の選択肢が踏み出せるわけですね。つまりお金を増やして資産形成というのは自分の人生の選択肢が増えるという意味で、できれば早いうちから取り組んでおいた方がまあいいわけですよね。だからまずは分散投資で投資信託で世界全体に積み立て投資するというんで踏み出した方がいいと思いますね。まずはちっちゃくやってみるっていうのが今からできることとして大事っていうことですね。そうですね。ありがとうございます。じゃあ今の視聴者の皆さんは103万以上とか130万以上稼いでなかったとしても月々数千円とかからまずは始めてみて、長期でやるっていうのが前提っていうことですね。そうですそうです、はい、始めてみてドンと下がる時もそのうち来るんですけれども、積立投資って同じ金額でやってますから下がった時にはたくさん買えるわけですね。むしろラッキーだと思ってそのまま積み立てを続けるというのがまあ大事なわけですね。今回の機会にちょっとやってみようかなって僕も思ったので、初めて動画でも報告できたらなと思ってます。ということで田村さん、本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。